ニューヨークマンハッタンの中でも最先端のファッションが揃うこのエリア、おしゃれなお店が並ぶ双方、今話題のたらし込みというネイルアートをしていただけるのがこちらのサロンです。日本全国に70以上の店舗を持つネイルサロン、ネイルクイックのニューヨーク店スパネイル、今年の春オープンしました。日本のトレンドをよく知るこのサロンで、去年から人気が続くというたらし込みアートを見せてもらいました。こういった感じのちょっとふわっとしたシャボン玉みたいなデザインのことなんですけれども、水彩画の技法でそれをネイルで取り入れています。たらし込みとは、絵の具と水が作り出すにじみの効果を生かしたアート。シャボン玉の形の他にも、今年は花柄などさまざまなバリエーションが出てきていて、その繊細さは水彩画風のデザインにぴったりなんだとか。何が受けたんでしょう。今までにないこのふわっとした感じをジェルで出せるっていうのが受けたのかなっていうのを思ってますけれども。ということで、私も今年人気というパステルカラーを選びました。白いキャンバスに絵を描いてる感じですね。アクリル絵の具を少し水で溶きまして、お爪の上にのせていくんですけれども、それがふわっと広がってシャボン玉みたいな形になっていきます。白っぽいようなピンクっぽいようなってしか見えないと思うんですよ。でもよく見ると、ふわっとした丸がポカポカと浮いている。たらし込みネイルアート、完成しました。この細やかな日本の美がニューヨークに上陸、嬉しいですね。こちらのサロンはネイルクイック初の海外店。オープンさせたのは26年前までおはようニューヨークのキャスターをやらせていただきました土井直子こと坂野直子です。スパネイルの社長坂野直子さんは FCI 日本語放送4代目のアナウンサー、私の大先輩です。当時体験リポーターの先駆けと言われた坂野さんは、フジテレビを退社後、ニューヨークでビジネスを学び、日本で起業しました。ネイルサロンを立ち上げたというのも、ニューヨークにいたことが大きいと聞いてます。いや本当に95年にね、久しぶりにニューヨークに行ったらば、山のようにネイルサロンがあって、当時日本にはそれほどなかったんですよ。でもぜひね、こういったカジュアルスタイルのものを日本で作りたいなと思って、その後日本のネイル技術は急速に発展し、今ではアメリカで行われるコンテストで多くの日本人が受賞するまでになりました。日本人もともと器用じゃないですか。それからやっぱりアートのセンスがすごく繊細なんですよ。いろんなテクニックを使って美しいものを表現していこうと。しかも本当に爪というのは2センチもないものじゃないですか。その中での表現なので、そこは本当に日本人は一番得意な分野かなと。そんな日本のネイルアートがニューヨークで流行ると聞き、今回アメリカへの進出を決めたといいます。このたらし込みアート、ニューヨークの新聞でもすでに紹介されました。たらし込みっていう日本初のアートをね、ニューヨークに持ってきたんですけど、これはズバリ受けると思いますか。私はたらし込みは一つの例だと思うので、それだけでもなく、例えば山吹色であるとか、繊細な抹茶色であるとか、そういったものも含めてアートの中でいろんな日本の美を追求してきたらなというふうに思っています。